その時ちょうど俺デートについて考察してた時期だったんだよねデートって滅んだんじゃねえかなって思いから始まっててデートっていう文化自体がなくなっちゃったのかもしれないなってど,どっかで思い始めたのがコンビニデートとかが始まってた頃でさなんかお金ないからコンビニでいいよねなんつってそんなのさ昔はありえなかったしそれがなんかこういろいろあって最近はもうデートって何ですかみたいなことになってんなっていうか。 だけど、一応、コンテンツの中にはデート出てくるから、それは面白いなと思ってて。俺にとってデートって何だったのかっていうと、審査だったし、戦いだったし、そして、冒険新たなる扉みたいなさ、とにかくハードだったんだよね。<laughs> 例えばね、靴の話。デートと言ったらね、まず靴なんですよ。で、何が問題かっていうとね、女の人は基本的に男と違って、歩きにくい靴を履いてんだよ。基本的に足が痛いんですよ、あの人たち。 でねじゃあなんでわざわざ痛い思いしてね痛いはんサンダルとかは,は,はくんだよっていうさそれはさ可愛い,いからなんだよ。 可愛いし、おしゃれしたいのよ。なわけで、まず最初に行ったらさ、靴のコンディションを見ると、今日どれくらい歩くからどうしようかみたいな時にさ、あらかじめ、例えばディズニーランドに行きますって言ったらさ、すごい歩くわけだからさ、まあ、可愛い格好だけど、足痛くない程度の、みたいなさ、そういう判断できるじゃん、向こうは。だけど、そのサプライズでいきなりディズニーランド連れてっちゃうと、そのための靴じゃなかったみたいなこと起こるわけ。だから、ここをちょっと考えるかどうかで大きく違うわけでね。で、当然、靴とバッグを褒めろって、おっぱいを褒めるなって、 っていうのは、鉄板中の鉄板でさ、身体的特徴をエロ目線で褒められたって、いいことなんか1%パーもないからね、まあ、1%パーぐらいはあるから。<laughs> そういうのが好きな人はいいけど、多くの場合はドスベリしますからね、それやるとね。っていうね、この、靴にまつわるワンターンあるじゃん。これをだよ。土手軍団に言うとね、もうその時点で、はいはい、出た出たってなるんだよ。お前の楽しかったモテ自慢ありがとうございますみたいな空気になるんだよ。いや、違うんだよ、それは。 もうね、俺も知らなかったんでそれ。たくさんの痛い経験で、あとよく言うじゃないですか。女の人に教わったんですよ、僕は、つって。 教わったんだよ。そうじゃねえぞっていう風に言われて、あ、そうなんだって言って、一個一個学んできた結果を報告してるから、これ、学術発表と変わんないかね、この話ね。なのに、お前は、あの、女に持ってて、チャラチャラ遊んでたから、いいよな、みたいなことになると、ちょっと待ってくれよと、お前ら、こっちの試合に出るための努力したのかよっていう話になるんで、ここはもうね、永久に対立軸になってしまって、話が進まないん。もうね、そういう いう不毛なのは味わい尽くしたし、もうどうでもいいんだわそんなことで戦うのは。<ただ S 1> えっとねゼロ年代に入ってね、DT とか言い出してね。 伊集院光とかがやってた童貞ムーメントっていうのもなんかそういうことを肯定することによってデートできなかった人たちのことを一方では称えるんだけどこれは明らかに分断を生み出したんだよであっちとこっちに分けちゃったんだよでもね実際の話そんなことなくてその気になったら女は誘えるんだってでここでねイケメンじゃなきゃダメだって話になるんでねただしイケメンに限るでしょっつって で、これはもう最近ずっと思ってるんだけど、イケメンとはイケてるメンタルのことですからね。だから、メンタリティなんだよ。要するに、異性に魅力を感じさせる能力っていうのは、いくつかあるんだけど、それは本当にルックスだけではないし、むしろ、ルックスが飛び抜けてよくて、その他がダメだった場合は、ルックスはマイナスに作用するわけね。だから、あんまりルック でもねあんま意味なかったりしてさそれよりか女性は総合的に見るからね男はね品っていう部分は見るよねだけど主にルックで見てますよねだから男の方が女のことをものとして見てて女の人は馬として見てるっていうかね総合能力っていうかさ美しさと力強さと能力と頭脳とみたいな全部見てるっていうかさそこは大きく違うよなってっていことはどういうことかっていうとまずは精神力だっていうさ打たれ強かったりユーモアがあったりとか切り返し 良かかったりとかさいちいちへこまないっていうかへこ,まないってことはすぐ回復するわけだからさそういうメンタリティーみたいなものが結局ものを言ってしまうようにないやそんなこと言われると困るんですよと俺メンタル弱いからってみんな言うんだけどじゃあどうしたら強くなるのって話なのでここはどうすればいいかっつったらもう一択しかないんだよ経験を積むことしかないのねあの プールに飛び込めないっていうのが一回落とされたらもう変わるわけじゃん人生が後ろから蹴っ飛ばされてるプールに落とされればいいわけよそんな風にしてさデート誘えばいいじゃんでデート誘ってもダメだったとダメだったら10回誘えばいいじゃんっていうさでもこれいきなりナンパしろって話じゃないのね歩いてる人に100人に声かけろっていうのはね俺はちょっと違うと思っててあれはちょっとねやりすぎあのやり方はそうじゃなくって普通に人間としてなんか付き合いができるところから始まって 個人的なお付き合いをすると、名刺でも行こうよっていうさ、フラットな感じでさ、こう、ソフトランディングだったらそんなに難しいことじゃないんじゃないかな。その時にソフトランディングができる可能性があるのに、断られたらどうしようとか、あー、なんかそういうことで一歩踏み出せないっていうことが、結果的にメンタルがダメなやつになってくる。メンタルの弱い人間のまんまで行くっていうことになっちゃうのね。そこでね、大事なのはさ、笑う準備だと思うのね。 俺じゃダメって言って、ダメって言われて、母でやっぱねっていうくらいのメンタリティのところにセッティングしとくんだよ。そうすれば10回ぐらい誘えるでしょ俺じゃダメって言って、ダメって言われてドーンってなってもう2ヶ月立ち上がれませんみたいなやつはさ、あっという間に10年経つからさ、セッティングとしてそういう人間になるっていうかさ、70年代のタフガイなキャラクターっているじゃん。ルパンとかコブラとかさ。 ああいうメンタリティにセットしちゃうんだよ、自分のことを。で、いい子いたら、とりあえず声かけてみて、とりあえず話聞いてみて、提案してみるっていうか話を聞いて提案するっていうか、自分はこんだけ優れた人間だっていうアピールは絶対しちゃダメなのね。しなくていいから。そんなのはね、言葉と言葉の間に出ちゃう,う。デートとは何かっていうのは、まあ二人でする冒険なんでね。だな例えば今だとさ、タコ揚げプロジェクトやってるけどさ、タコ作って一緒に揚げるだけでもすげえ盛り上がると思うしさ、あとなんかスイーツみたいなものを食べ歩きでさ、 彼が連れててくっていうのもあるんだけど2人でどこ行くみたいな感じで今日はこことここ狙うかみたいな感じで選んで2人でねそれで当たりだったね外れだったねみたいなことも含めてある種の共同作戦っていうかさどっちかがどっちかを楽しませるんじゃなくて共同作戦を張って同じ時間を楽しく過ごそうというそういう時間っていうか。